じゃあ、こんにちは。ガンちゃんは、まあ、子供の頃から、まあ、いろんな憧れの選手とかこういう選手になりたいとかいろいろいたと思うんだよ。まあ、子供の頃って誰だったの？憧れる人ですか？憧れるとか。もうやっぱり桑田真澄さんですね。おー、はい、あのすぐ近くで言うと大阪府八尾市。いくつ違う？4つ違いなんですよ。まあでも同年代と言ってもいいよね。ライバルなのですぐそばの存在だったんで、桑田さんのように高校野球1年生から活躍したい、うん、僕中学生です、うん、プロ野球選手になったらああいうピッチャーになるんだと、うん、身近で追いかけられたのは桑田真澄さんです。なるほど、はい、出身地ももうすぐ近所なんで、でプロ入った。そこでリスペクトする選手っているじゃない。この人にお世話になったら憧れでもあるし、はい、なんか尊敬する人だという。ピッチングフォーム、ピッチングスタイルでいうと、僕はもう高校生ぐらいからは江川卓さんの投げ方、うん、で入団してからは目の前でもうショックを受けるぐらいすごいピッチャーに見えた西崎幸洋さん、美しすぎるぐらい美しいフォーム、はい、でそれをずっとこう見ながら追いかけながら、そして一軍でちょろっと投げれるようになった時に新たな出会いでトレードで来られた金石明人さんですよね。はい、あの人も結構苦労されてるじゃないですか、カープ で、 でそういう話を聞きながら野球に取り組む姿勢、で人付き合い、うん、でまあ、人付き合いのお酒の付き合いとか、うん、それ以外の付き合いとかをすごく可愛がってくれながら教えてくれました。野球人として一番尊敬してリスペクトしてるのは金石明人さんですね。じゃあ金石さんをよく知ってるね、はい、よく知ってます。さあ、存じております。こっからクイズいきます。クイズ、クイズ。いやだってリスペクトしてるんだよな。してます。尊敬してんだよね。してます。はい、データあります。金石明人、なんでメガネしたんかなと思ってたんですよ、ね、今。はい、出身地。はい、これはもうどこです。なんだ、出身地は分かる。岐阜県。岐阜県、はい、ね、はい、まあ岐阜県でいいか。はい、鴨郡だよね。鴨郡、うん、はい、生年月日。生年月日、はい、誕生日。だってリスペクトしたらプレゼントの一つも送ったことあるでしょ。お歳暮だけです。お歳暮だけ。お歳暮だけなんですよ。金石さんは僕より11歳上なんですよ。だからネズミ年なんですよ。だから僕は1971年なんで、1962年生まれ。金石さんは何月やったかな。ちょっとね、思い出してみて。はい、シーズン中にみんな集まって いっぱい飲んだりするんですよ。そうでしょ。誕生会あった？いや、やってました。月に1回。いやいや、月に1回じゃない、誕生日。いや、僕ら仲間うちで月に1回何月生まれとかやってたんですよ。おかしいんじゃない？いやいや、なんかそういう会があったんですよ。あったんですよ。金さん12月生まれじゃないですか。はい、しょっしゃ。で日にちですか。おう、いや、なんかね、金石さん12月の25日、うん、惜しい。24 26。なんで下がったんや。でもね、1960年、60年、うん、12月26日、はい、今年60歳、はい、あ、ね、完璧、はい、身長190、うん、ね、僕より10センチ上やったと思うんですよ、うん、192が発表。196ですか。7。お前あれ全然リスペクトしてないよ。僕は身長を見てたわけじゃないんですよ。まあまあ確かにね、はい、はい、背中を見てました。初出場、へえ。1982年の何月何日。絶対分かる。いや、分かるでしょ、リスペクトしてたんだろ。はい、はい、8月。うん、何日。8月の20日。違う、6月25。で8月20日は僕でした。じゃあさ、はい、はい、高校は、ここ PL 学園です。はい、はい、で次にどこに進む。カープに入団されました。はい、はい、次はファイターズ。はい、次は、はい、その次はファイターズかジャイアンツに行かれました。そうそうそう、はい、まあでもあれだな、あんまり覚えてないね。いや、でもリスペクトとして師匠と仰ぐ中で身長を覚えておくべきか、やっぱり97。いや、覚えないと。あ、すいません、うん、97 197。そう、はい、通算勝利、セーブもめちゃくちゃ上げられてるんですよね、うん、これめちゃくちゃ神経使うな。なんで低くいったらすげえ怒られる。見けたは言ってない。100勝近くですよね。なんか
100勝100セーブどうのこうのってなんか会話した覚えがあるんですよ。はしたいなっていうレベルじゃないじゃないですか。違いました。いやこれは多いのか少ないのかちょっと分かんないけど、いや抑え長くやられてたんで、うん、じゃあセーブはいくつだよ。セーブは155ぐらいされてますお前リスペクトしなくなるわこの数字言ったら205いやいやもっとしなくなるわ。お前俺のこと舐めてんのかよって逆の意味でセーブは80、はい、しかしてないんで、はい、やってるようだけど、はい、結構長くされてるように思って。そう、はい、でも最多セーブの年が1995年で25なんだよね、はい、あそれでタイトルです。あこれタイトル取ったんだ。最多セーブっていうことはタイトルですよ。いや最多セーブっていうのはこの金石さんの、金石の、はいはいはい、で勝利もう80ぐらいじゃないですか。おおそうそうそう、はい、72。ああ、うん、でもブルペンも先発も両方できる方なんですよね。通算何年やったお前リスペクトしてんのか本当に。99年がジャイアンツ1年目なんですよ、うん、ジャイアンツ2年されたんかな。99年で辞めたとして、うん、17年。現役。ああ惜しい。16年。ジャイアンツが1年。1年ですか。そうそうそう。表彰、はい、最優秀バッテリー賞1回取ってる、はいね、はい、キャッチャー誰。これは分かるわ。これはサービス問題。田村富士夫さん。そう正解、はいね、これはもうバカでも分かるね、うん、あの時多分それ、何年ですか。これは1993年。93年、うん、オープン戦かなんか開幕前に、うん、足怪我されて、うん、オールスター明けぐらいから10勝されてるんですよ。それで多分タイトル取ってるんじゃないですか。ああそう先発で、はい、先発で、はい、本当か。あれ1993年。9勝してるの。9勝ですか、うん、はい、9勝1敗、13セーブ。初め抑えやってて足ボール当たって骨折されて、うん、でオールスター明け先発やって、うん、そうですね、初勝利まあセリーグだよね。セリーグ、はい、カープ時代ですよ、はい、5球団に絞られるじゃん。さ あ相手ですか。そろそろだよ。相手。もうこれはもう五択ですよね。五択だよ、はい、巨人。あど全部言いました何番目に当たるかはい、ヤクルト。あ正解。おお最後に言うとこやった、ね、初勝利、はい、8先発勝利、はい、6回4失点で勝ち投手、はいはい、初完投勝利。これも5択だ。完投できたということは、まあ当時弱いチームだよね多分。85年は阪神めちゃくちゃ強かったから、うん、あの時ものすごい 弱くて苦しんでたのはやっぱりヤクルトですか。もう俺に気使ったの太陽もいましたよね。太陽もそんなに強くなかったかなあの当時は。はい、どっち。太陽、うん、そう正解でそのラインナップに豊さんいたんですか。いたよ9回2失点、はい、ね、初完封勝利。完封勝利、うん、これカープ時代にもされてるっていうことですか。うん、もちろん、はい、太陽お前な、舐めてんのこれあの金石の人がいいところだろうな。中日バラバラになったな、なんか愉快になってきた。多分金井さんもこれ見ながら、うん、わしは覚えてねえそんなのって言って言うかもしれない。いや絶対覚えてる。絶対覚えてる。だって自分のわかるでしょ。絶対わかるよ。あーそうか、はい、オールスターゲームは何回出場。3回。お前大体多めに言うな、気遣って。2回。はい、背番号、はい、3つつけてんだよ、はい、はい、何番何番何番。カープ時代47番、はい、ファイターズが23番。正解。ジャイアンツで19番つけました。正解。よっしゃ。あ、これは大変。背中見てます。背中見て私は勉強させていただきました。そうだな、これはもう正解だわ。はい、まあそんなもんかな。最近の趣味とか言ってください。最近の趣味あの金井さんの最近の趣味は駒沢公園の散歩ですちょっと痩せちゃったからな。インスタグラムすごい上げられてます、ね、この間壁当てやってました。ああそう、はい、で奥さんは誰。奥さんはバドミントン、うん、日本代表、はい、陣内貴美子さん。